こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？ YouTube の動画やライブ配信を見ていると、その投稿者またはライブ配信者がね、動画の中でチャンネル登録よろしくお願いしますとか、 YouTube の終了画面という機能を使ってチャンネル登録をねお願いしますということをやってるじゃないですか。これにはね、理由があるんですよ。皆さんもご存知かと思うんですけれど、YouTube スタジオベータ版、最近ねアナリティクスが新しく変わったんですけど、そのアナリティクスのデータを分析すると、まあ、このことがよくわかります。今回はねその YouTube アナリティクスのチャンネル登録者数に関するお話をしたいと思います。YouTube マイチャンネルのトップページです。この画面左側にチャンネル登録者数5240人と書いてますが、この8月からこの登録者数の表示が若干変わったんですね。ですんでこの5240と実際の数は違います。確認します。この YouTube スタジオベータ版クリックします。はい、YouTube スタジオベータ版のダッシュボードの画面です。この右上のカードがありますね。チャンネルアナリティクス、ここに現在の正式な数字が書いてます。現在のチャンネル登録者数5246人です。はい、先ほどのねトップページに書いてあった5240という数はいわゆる概算概数表示となってます。はい、ではねアナリティクス左側のメニュー、ここねクリックします。はい、アナリティクスの画面に切り替わりました。今回関係があるのが、視聴者なので、この、タブ視聴者をクリックします。はい、視聴者のタブに切り替わりました。はい、ここでねまず注目する数がここユニーク視聴者数ということで、私の場合 5.1万人という数、すごいですよね。実際のチャンネル登録者数は5246人しかいないのに、その10倍の数がここに書いてあるんですね。これ何かというと、これ文字マウス持っていくと、選択した期間内に自分のコンテンツを視聴した推定ユーザー数ですって書いてます。ということはこれチャンネル登録をしないで、いわゆる通りがかりの皆さんが動画を見て去っていくという形なんですね。これチャンネル登録者数の10倍いるんであったら、これ5万1000人ってもったいないですよね。だから、皆さんね、チャンネル登録よろしくお願いしますって、お話をしてるんですね。はい、ここにね理由があるんですね。ここクリックしても何も変わりませんけれど、こんな感じですね。あと、視聴者あたりの平均視聴回数、私は少ないんですけどね 1.3 回と、あとチャンネル登録者数は、プラス77で、24% 増加していますという情報もあります。その他このタブではチャンネル登録者の総再生時間とか、あと性別、年齢、上位の国、これ字幕も書いてありますね。字幕の利用が上位の言語というふうにしてデータ測れてます。このねユニーク視聴者数 5.1 万人、10倍以上あるこの中からね潜在的なチャンネル登録者という方がね生まれますんで、はい、この数字注目してほしいと思います。はい、今度はね YouTube スタジオベータ版動画のライブ配信のタブに切り替えました。何をするかというとここです。視聴回数というのがありますが、私毎晩のように YouTube ライブを行っているんですけれど、まあライブ配信中の視聴者の数、そしてライブ配信の映像がアーカイブ化されて、その後もね視聴できる状態にあっても、
ほとんどね、視聴回数が増えていかないんですね。かなり低い数字じゃないですか。たまにこんな風にして、数字が増えることもあるんですが、だいたいね、こんな、数で、推移してます。ほんと恥ずかしいなと思ってますけれど、この数字、これね、いわゆるアクティブユーザー、コアなユーザーさんが私の、ライブ配信を、見ているんですね。まあ、その数、ずっと平均するとだいたいチャンネル登録者数の 1% の方に相当するんですね。私5246人いるんで、その 1% というとだいたい50人前後になるんですよ。あ、なるほど、50人前後の、まあ、コアなユーザー、アクティブユーザーさんが、このようにして、ライブ配信見ているんだなということが、分かりますね。ですんで、まあ、そういったのコアな、ユーザーさんを、まあ、どん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 増やしていくためには、さっきご紹介したこのユニーク視聴者数 5.1 万人、実際のチャンネル登録者よりも10倍多い数、ここのね、ユーザーの皆さんをどう取り組んでいくかなんですね。そのためにどうするかと言いますと、 YouTube には終了画面という機能があります。これ昨日行ったライブ配信なんですが、まだ終了画面を追加してません。ここね、テンプレートを使用して追加してますんで、私クラウドファンディングもやってるんで、これも、これにしようかな。はい、選択しました。はい、でこれね、チャンネル登録よろしくお願いしますっていうのもここにあります。それ以外に、まあ、この動画、見てくださいっていうおすすめ動画を追加したり、あとリンクを貼ることができるんで、私はね、今クラウドファンディングを行っているんで、クラウドファンディングへのリンクを、追加、したいと思います。はい、これ支援する、これで保存です。はい、終了画面にはね、そういったいろんな要素があります。で今回、主に注目しているのがこれ、チャンネル登録よろしくお願いしますというのもね、終了画面で追加できますんで、こういったね、YouTube の機能を使って、チャンネル登録者を増やしていきましょう。はい、これ保存で、YouTube スタジオに戻る。はい、これで、完了です。はい、ということで今回は、YouTube スタジオベータ版の、YouTube アナリティクス、チャンネル登録者数に関するデータのお話をしました。このね、ユニーク視聴者数、これご自分の、チャンネル登録者数の10倍ぐらいあるんだったら、これ美味しいしもったいないですよね。ですんで皆さんね、チャンネル登録よろしくお願いしますと言ったり、まあ、YouTube の、終了画面という機能を使ってね、呼びかけを行っているところでございます。はい、ということで今回はね、チャンネル登録者数の10倍が、ユニークユーザーであり、1% がアクティブユーザーですというね、お話をしました。今回はこの件で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。